はい、皆さんどうも、テントモです。今回はね、こちらの KOF オールスターの実況となります。はい。で、今日はね、何をやっていくかというと、今、こちらで KOF でやっているお得な、超お得なキャンペーンのご紹介となります。はい。ではね、早速見ていきましょう。こちら、ルビーキャンペーン、使ったルビーに応じて缶減災キャンペーンというのでね、今まで使用したルビーの数に応じてルビーを支給。プラス毎日ログインで最大1万個のボーナスルビーもゲットとなっております。はい。まあ、要はね、こちら。はい。僕のなんですけども。まあ、今まで使ったルビーの、ね、額に応じて、ね、ルビーが返ってくるというね、仕様となっております。それもね、ルビーが結構な量。過去最大級な感じだと思います。はい。ガチャをね、要はガチャをたくさん回してたら、それだけ返ってくるという感じです。はい。でね、詳しいリストはこちらで、まあ、で僕の場合3万個以上、ね、で4万個返ってきました。1年半ぐらい続けていて、まあ最大級ですね。でも多分、半年、程度続けていたら、おそらく、3万個以上の4万個に該当するんじゃないでしょうかね。普通にやっていたら。はい。で、何が今回お得かというと、超お得かというとね、5000個未満って、ね、5000個未満でも2万個もらえるという。まあ、要はね、これ、ゼロでもいいんですよ。ゼロでも。はい。なので、全く、これから始める人もこれに該当して2万個もらえます。はい。なのでね、KOF 始めようと思っている方、または何かね、ゲームしようと、ね、迷っていてね、何をしようか、どれにしようかという方はね、KOF オールスター、この機会に始めてみるのがいいんじゃないでしょうか。はい。ね。ほんと、最初の、KOF 最初の頃は、半年以上はね、本当にね、ルビーがね、全然もらえないようなゲームで、すごい渋かったんですよね。それが1周年の時かな。そこから結構ルビーもらえるようになって、で、今回のこれです。はい。なので、ガチャが当たるとかね、当たらないはまあ人それぞれというか、渋かったり、渋くなかったりするんですけども、ルビー自体はね、もらえるので、そのガチャは回せます。はい。普通に結構無課金でもやれると思います。僕も実際、課金してるのは限定キャラとか、限定キャラ、今まで何体だ ?2 体かな。それくらいなので、はい。ほぼ無課金でやっております。はい。なのでね、今回、超お得。過去最大級のお得なキャンペーンだと僕は思っております。はい。ね。で、そうだ。あとね、こちら。毎日ログインするとボーナスルビー最大1万個という感じで、このログインボーナスも結構すごくて、1週間ですね。7日だけログインすると、もう1万ルビーが追加でゲット。で、だから要は、初めてのね、初心者の方は、初めて1週間で3万個は確実にもらえます。で、多分他にもね、普通にログインボーナスとか、もろもろ、多分初心者はスタート、ダッシュ的に何かありそうなので、ね、結構、もらえて始めることが今ならできます。はい。ね。これはね、超お得だと思います。はい。ね、そんなわけで、まあ、今回ね、キャンペーンのご紹介という感じなんですけども、まあ僕、まだ追加してないんですよ。これ。ね、4万。で、4万ね。何が、ちょっと普通のルビーと違うかというと、期限が、これね、時計のマーク。時計のマーク、期限があって、あと37日、何月、5月の6日の23時59分までだったかな。なので、それまでに使ってくださいというね、一応お印ですね。はい。まあ、そこさえ気をつければ、最初のうちにぶっ放せばね、何の問題もないです。はい。ではね、追加してみましょう。はい、4万ルビー、いただきます。はい。4万ルビーゲット。本当にあるのかね。ね。どうなんでしょうね。と。ほら。
ね、はい、4500と、ね、期限付きルビー4500ゲット、ね、もともとあるのと合わせたらね、今、6万6000ぐらいあるので、ね、まだ今回のガチャ回してないのでね、結構溜まってるんですけど、はい、まあ、重いぞ、見れないか、ガチャ見たいんですけども、はい、はい、見れました。で、今ね、こちらのね、さらにね、ルビーを使えるガチャが今やっておりまして、ね、このガチボコフェスっていうね、あの通常よりもね、当たりやすくなっているガチャが、ね、こういう風に3種類あって、さらにそのバトルカード、ね、キャラクターにセットするバトルカードの、ね、当たりやすい超バトルカードフェスガチャっていうのもやっております。なのでね、今始めると、ね、これがね、引けるので、ね、始めやすい環境ですね、ガチャ的にも。はい、今回はね、あのガチャをね、引かないですけど、はい、別の動画で撮ろうかなと思ってたりしてるんですけども、なので、今回というかね、始める方は、ぜひぜひ、ね、引いてほしいですね。このガチボコフェスね。はい。まあ、そんな感じで。あとは、今、普通にミッション、クエストをクリアすると、なんだっけ、アイテム、かけらみたいなね、そういう物資が手に入って、今、この画面上に映っているね、この目のないレオナ、ね、強い強キャラなんですけど、紫枠って言って、普通の星5でもさらにいいキャラなんですけど、それがね、こういうキャラがね、手に入ります。はい。クエスト回していたら、ミッションこなしていたら、一応、こういう紫のキャラをゲットできる仕様となっております。ね、ワールドドロップキャンペーンだったかな？はい。こちらの、目のないレオナは、最近、無料ガチャ、1日1回無料ガチャで引けました。はい。ずーっとね、欲しくて、こいつが来るガチャのたびに回していたんですけど、全く来なかったんですけど、ようやくね、まさかの無料一発、ね、1日1回の無料で引き当てました。はい。ね、嬉しい。はい。まあ、そんなわけで、ね、あとね、結構あるな。こちらのね、ルーレットっていうのも、ね、1日4回無料でできる。プラス、毎日クエストミッションこなしていたら、その、回せるチケットも手に入るというものもやっていて、このね、星5の、このなんだっけ、ジョン・フーン？このね、ね、白髪のね、男の人が手に入る可能性があるルーレットです。ね。まあ、なかなか確率的にね、どうなのかってところなんですけども、まあ、そういう可能性もあります。ね。今ね、これ回したらね、広告が入ってしまうので、回さないんですけども、まあ、1日、ね、4回無料プラスチケットを貯めていって、まあ、回す、ね、ルーレットです。はい。で、こういうのもあります。はい。なので、はい。今、本当にね、KOF オールスター、ね、僕、別にね、回し物でもないんですけど、もっとね、このゲームの人口が増えてほしいなと思っている一人でございまして、はい。まあ、ね、よろしければ、ね、よければ、ね、始めてみてはいかがでしょうか。はい。まあ、今回はね、そんな感じです。はい。では、まあ、またね、次は、ガチャ動画を撮ろうかなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。ではね、よければ、いいね&チャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオ。